お疲れちゃんです、スロットです。だけど今回もこれ白入れていくんですけど、今日はですねこちらゴレンライドラデッキやっていきたいと思います。新環境のゴレはですね、ダークネクラがまあ下放された、まあ結構弱いですね。あの死亡時コウモリがねなくなったことによって本当に対応しやすくなった、対処しやすくなったので、まあそういったところで今ねライドラ入りであったり、まあダークネクラが入ってないゴーレムっていうのがまあ結構いますね。まあゴレは本当に下放してください、ユネさんお願いします。というわけで今流行りのねライドラゴレやっていきたいと思います。で形がねムートの枠がちなみにエリババで、タルババがヒースピのエリババヒースピ型とか、まあ、メガゴの枠がヒースピで結構回転速くなったデッキとかいろいろあるんですけど、まあ結構タルババの、まあ、この方対空3枚だとねストローにも対応しやすいですし、まあ最近流行りのロイフグとかもうそういったのにも対応できるロリババも優秀かなというわけで、このねまあ安牌なねライドラゴレやっていきたいと思います。さあよろしく。でね、まあ、このデッキはね、ライドラが強いですね。てか、ま、ゴレの攻撃が強い。まあ、ライドラですね。なんだろうな、最近やっぱインドラが多いし、単純にね、ライドラっていうカード自体がね、よく使われてますね。公式大会とかでも、なんかライドラいるだけでもうなんか相性ひっくり返るみたいな。なんか5コスなくせに、なんだろうな、まあ、5コスだからこそ、こう、空界で言ったら最強なんです。相手がライトニングさえ持ってなかったら、もうこいつ一生生きるんでね。それだけで最強ですし、インドリームも強い。あとは空で陸受けにもなるっていうのも強いですね。空ユニットだけど、陸のね、ダークプリンスとか、まあ、プリンスとかそういったユニットのね、突進とかを止めながら、対応もできますので、まあ、空だけでも陸にも対応できる。そして空の中でもう最強。まあ、メガゴとかホバリングとかちょっと厄介かもしれないんですけど、もうね、サンガゴとか、あとはなんだろうね、いねえな、インドラとかね。そういったユニットも全部対処できますので、これね、間のメガナイトとかも、結局は、このライドラが強い。そして、感電。で、空から一方的に攻撃した後ね、このカウンターのライドラも強いですね。これね、ドラドラ残った時に、できるだけランバーとか、まあランバーじゃなかったら何でもいいんですけど、なんか陸系をね、付け足してあげるの結構大事ですね。この陸を付け足すことによって、この空の攻めができるんですよ。やっぱ空ユニットってね、対応できるカードがやっぱ限られてますので、まあ、そういった意味で、空が残ったら、その前にね、陸をポンってね、出して、陸ドラドラみたいな、陸空空みたいなね、感じの、まあ、陸で攻める、ユニットで攻める、主軸以外で攻めるっていう攻めも、まあ、結構大事になってきますね。これがしやすいのが特にランバージャック。で、今回の相手が一応、ホグデッキ、そして、このゴレデッキはね、一発の破壊力っていうか、なんだろうな、逆サイを無視した破壊力っていうのがそんなないです。ダクネじゃないからですね。もうゴレダクネはそれだけで最強なんですけど、ダクネじゃないので、あんまねゴレ展開しないというか、結構エリクサー捨ててでも、まあ、見たりだとかなんか防衛します。まあ、ここは相手がホグされたタイミングなので逆サイ済みが絶対ないです。まああってメガナイト、そうあってメガナイトなんですけど、まあこれぐらいはジャックに飛ばしてあげてね、飛ばしてあげながらのさ、こっち側のムートでねさ、全ての方向から攻撃してあげる。でインドラとかもしいたらライドラですね。ライドラ最強なんだよね。で遠距離なんかいたっすよね、エレキだっけな、あいだも攻めとるねんね。グイングイングインってやってきてね。まあ、ライドラ追加してあげようか。せっかくならね。さあ、こういうのも、結局はゴーレムは溶かされるんですけど、光栄が解けないので、結局光栄が解けなければ、この光栄でね、突破できる。まあ、攻めたりしてもよかったんですけど、来てメガナイトとか、うん、なんかする必要ないかなっていう。さあ、もうドラドラがね、生きてます。ドラドラ無双で、まあ、勝負は決まりそうですね。いや、ドラドラがね、まあ、ライドラかな？結局はライドラがもう対応できません。ファイボヤナアメとか、ファイボデリバリーとか、2個のスペルをね、組み合わせるとライドラやられるんですけど、まあそれはそれでね、エリクサーアドバンテージ取れますし、まだロケットとかしかね、ライドラの対処方法ないので、ライトニングを持った相手には無双するよねっていうね。さ、ファイスピ？いや、ファイスピマジで、新学校になって初めて見たかもしれないっていうぐらい見ないっすね。下方がね、やっぱ痛いっすよね。範囲か。さあ、ファイスピナイト。いや、わかんねえな。ナイトファイスピ。まあ、コカッちゃんロケピューなんとか。ちなみに、ムートもいるから、まあ、ムートとライドラね、どっちかにロケット打ったらどっちかが残るよね、みたいな。そういうのも、できるデッキですね、これは。さあ、これだムートだけで、結局あのウィザード対応できて、できなくても、まあ、ミリだと思うし、これね、えぐいです。エリアでやばいです。多分相手、5ワードぐらい俺取った気がするな。気のせいかな。
めちゃくちゃ穴取ってると思うのでさ、ペッカこれ無理してます、この間無理してます、絶対無理してます、あのコストでいつあってます、多分7コースとか8コースとかでね、あのペッカ出してます、はい、僕にはね分かります、騙せません。いやーとか言ってね、本当に10コースあったらどうしよう、びっくり。でさ、ライドラ出して、これ待ってよ、メガゴンも出してしまうとマジであの相手がねライトニング持ってたらやばいんですけど、ちょうどテスラも出してくれたのでさ、まあランバー追加でもいいんだけどな、まあソライといじめたいようかな。あ、メガゴが相手のタワーからねやられてる、痛い。でこれドラドラを残すような、このね陸ドラドラですね、この形を作ると、まあこれだけでね結構ダメージが入ります。さあ、いいダメージですね。まあペッカテスラとかね、なかなか大変かもしれないんですけど、結局ペッカってね空きついですしね、意外と光栄で溶かせるもんなので、まあしっかりゴレライドラとか、あとゴレメガゴですね、これメガゴも結構重要で、あのねメガゴってめちゃくちゃ強いんですよ、これ。3コストで陸空全てに対応できて安定した火力を出せるっていうので、言っちゃえばね、とりあえずデッキに入れるカード第1位メガゴぐらい本当に安牌なカードですね。どのデッキでもまあ入れようと思えば入れられる、全てに対応できるね安牌カードですね。で今んとこ相手がね出してこないんですよね、スペルを。まあライトニングとか隠し持ってる可能性もないこともないけど、あんまなさそうなので、これも次ライドラですね。ライドラ無双と、まあライドラとね、タルぐらいでね。で、一応真ん中テスラでライドラやられるのを防ぐために、もうムートとか出したけどね。いや、いい。いや、チェーンが強い。いや、チェーン強すぎるやろ、これ、ライドラの。えぐくない？でね、ここで、ランバー2がですね、もうドラドラに、陸ですね。もう陸ドラドラ。まあドラ陸陸でもいいんですけど、ここのね、これだけで攻めれる。で、ここにいっぱいコストを使わせたら安心安全の結合れができるわけで、まあ今もうエリアドパーティーなんでね、もうなんなら8枚でもいいですね。これもエリアドすごいですから、ちょっとだけ待ってね。さあ、で、ゴレで、あ、まあ来てテスラってテスラ使いましたね。まあペッカでしょうから、ライドラでね、足を遅くさせて、まあコストがないよねっていう、もう諦めたよね。ジジっていう感じで、でもね、結局はね、まあゴレも強いんだけどね、光栄とかね周りのカードが安定して強いので勝てちゃうよねって。さあ、ラバー引きたいな。なんかね、もうライトラいるだけでラバーって本当に勝てるんですよ。ラバーライトニングっていうデッキはまあぶっちゃけテンプルデッキで存在しないんでね、まあ存在しないからこそラバーの点的ね、ライドララバー引けば勝ち確、逆にラバー使ってライドラ引くとね結構厄介ですよね。基本的にインタとかサンガゴとかメガゴとかその辺がやっぱライドラの範囲攻撃でやられちゃうんだね、感電でね。さあ、相手何も出してこない、これは美味しいですね。このデッキマジで本気で勝つならもう待っていいっす、相手が何か出してくるまで一生待ってよくて、相手のなんかね攻め守ってもワンチャン待っていいっすね。本当にもう待って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 ですね、なんか最高火力がそんな高くないので、なんかね、なんて言うんだろう、むずいな。まあ、ダクネいないからですね、結局は。ダクネがやっぱ破壊力高すぎた。ゴレダクネでタワー折れたけど、ゴレメガゴ、ゴレランバ、まあ、ゴレライドラ、ゴレムートじゃタワー折れないっす。キングまで持っていけないっすね。っていうところかな。やっぱゴレダクネだけでキングまで落とせるっていうのが強かったっすね。さあ、どうしようかな。これ、相手、ザップっすね。まあ、ペッカとか、ラバー、ラバーだったから美味しいね。タレぐらいなら、まあ、1分来たぐらいでね、咲こうかな。さあ、どうしよう。で、なんかね、ゴレ、相手がロケットとか、まあ、そういう時だと特になんですけど、ゴレの公園に、ドラドラ、メガゴ、ムートランバーとか、いろいろつけちゃうと、結局、防衛ロケットでやられちゃうので、なんかね、ゴレ、メガゴとか、で組んで逆サイにランバームートで攻めるとか、なんかね意外と両サイ攻めが可能ですね。やっぱランバーとかムートとか、まあ、エリババでもなんですけど両サイ攻めが強いです。さあ、今回の間はラバと、でここは一回逆サイに陸飛ばします。でコスト使わせながらの後から対空ですね。まあ同サイの同タイミングで出すとなんかね端前に行って結構それにと対応されやすいんですよね。さあ、これメガゴでライドラのチェーンと、まあ、ヤナアメファイブとかじゃない限りは突破されないですよね。でさ、トルネードね、これがまあ結局強いんですよね、まあ、だからラバは餌なんですよね。これエグくない？ライドラが強すぎて、でここでもうねゴレ展開とかしちゃってね、いやこれさ、ライドラ生きて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 生きない、生きませんでしたね。まあ生きなかったんですけど、まあ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 、ここはねほどほどぐらいでランバはちょっといらなかったな。さあ、ちなみに陸がね、ババ墓石らしいので、まあ今、相手陸ないですよって言ってみるようなもんですね。
さ、ムートでね、レディゴー。いや、これ美味しいですね。結局は、もうライドラの感電で全ていけます。いや、ライドラゲーですね。本当に最近なんかライドラ強すぎんっていうぐらい強くて、まあ、ベビー出してね。まあ、もしかしたら逆サイドも来るかもしれないんですけど、いや、これもう突破できないっすよね。あれ？やばい、うちの最強ライドラが。え？待って、うちの最強ライドラが。うちの最強ライドラが。え、ですが、守れてしまう。いや、ドラゴンも強い。そして、まあ、さっきと同じで、このドラゴンにはランバーぐらいつけとくのがいいですね。で、レク使わしたら、まあ、ムートで攻めるとか、いろいろやっていきたいね。で、今のところちょっとね、あれ、押されてんなって感じでね、相手のなんか、攻めがうまいですね。さあ、これはまあ、ベビー、メガゴー。いや、これは美味しい。なんなら？なんなら？いや、これキング起動して、いや、美味しいですね。よいしょ。さあ、これで、まあ、両サイ削られてるものの、キング起動できた。結果的には美味しい。で、ここね、もう一回いきます。ランバー。だからやっぱラバデッキってね、陸がちょっときついと思うので。よいしょ。いや、いいよ。頑張れ。いや、墓石から生まれるスケールがちょっと増えた。いや、わからんけどな。増えたらしいです。ちなみに、1体、1体増えたらしいです。わかる方はマジ墓石マニアと。あ、でもラバ出してこないかもね、もうこうなったら。うん。8枚ぐらい行っちゃってもいいな、これ。これ行っていいっすよね。相手がだってケツラバしてるんで7度なんですよ、言っちゃえば。で、ファイボもあるけど、ババだけであれ止まる？止まる？相手だって攻めバルーンしなきゃいけないけど、ライドラの感電で、結局時間稼ぎだったら俺の方がさ、強い気がするんだよな。どうなんだろう。で、メガゴ出してあげて、ライドラファイボザップでも飛ばないんでね。いや、強い。ライドラがね、結局最強。おい、気づけば余裕で守れちゃうっていうね。まあなんか、ディガーがあるとまた話は変わりますね。ラバルからのディガーで、パピーがライドラ攻撃してみたいな感じで、まあラバ、ディガーとまだ変わるんですけど、まあ言うてラバーに相性いいっすね。ライドラだけで勝てるようになります。だからね、こう、デッキでね、陸受けちょっと欲しいけど空ユニット入れたいとか、まあそういうのはね、マジライドラとか、まあハンターとかも優秀ですよね。陸にも空にも対応できるので、結構ライドラは本当優秀ですね。まあ、対応されやすい。あと、5コスっていうのは、まあ、きつい部分でありますよね。高回転デッキとか。まあ、対処されやすいっていうのはね。相手バカ泣いてんな。だから名前、てか顔、文字で泣きまくったな、相手。めっちゃ泣いてんだけど。それか、トゥワイス死んじゃう。さあ、ゴレあるが、まあ、一生待ちます。前までのゴレは、ゴレダクネが最強だったので、まあ、初手ゴレだったんです。初手ゴレして、ダクネつけて、逆サイ全無視、クロンジュジュって感じだったんですけど、今のこれはそれができないので、守らなきゃいけません。はい、今のこれはもう無視すると、まあ、まあ、形によるかもですけどね。このこれは守らなきゃ勝てません。さあ、これ、てかメーカー語ですね。うい。今のところ全く一緒。全く一緒ですね。で、ライトニング入ってると、ちょっと厄介かなっていう、ライドラとかされてね、もう終わり終わりって感じになるんで、まあ、ムート、おい、ダクネいるよ。下方されたよ、ちなみに。ちなみにあなた下方されたっすよ。まあ、ゴレダクネだとやっぱライトニング濃くなってきますよね。ライトっぽいね。まあ、ちょっと早くゴレ溶かすか。意外とこれ火力がないからね。いや、美味しい美味しい美味しい。なんならムーとかいい感じに。そうそう、火力がないから。単純にこのゴレを溶かすとかが大変かもね。うん。これベビー残るかな？どう思う？いや、行かれるんかい？なんやねん。さあ、このコウモリがね、ちょっと強くなってる。いや、でも死亡してるのでかっ。ボンバーですね。なんか普通のゴレですね。普通のゴレですね、今んとこ。で、もう一回ケツゴレ。ユニットで来る。ユニットで来る。いや、これキングキドルでもいい。あ、まあまあまあ、いいか。さあ、これ行くか。いや、行かない。一回ケツから行きましょうか。で、ライドラな、今みたいに、てか今まだライドラ僕隠してるんですよ。ムートとか他に、ライトニングを使わしてからのライドラ無双ですね。まず逆でもいいですね。ライドラだけ出して、そこになんか、ライトニング打たしてからのライドラ。ん？逆か？ユニットみたいな。まあ、ライドラとりあえず最強なんで。うん。さあ、ちょっと。トルネで。なんとなくね。で、今、ライドラ最強です。いやー、でもこれ、いいケツゴレだな。それされるとさ、ちょっと話が変わるんでね。ちょっと攻めます。さあ、で、まあ、これはマジで。うちのライドラにね、そこそこ頑張ってもらいたいよ。
で、できるだけユニットでは対処させたくない。 OKOK。 で、ここはゴレがまあそこそこに溶けてる。よしそこそこに溶けてる。で、まあベビー出す。で、これライトニング来たらライダルですね。無駄にユニット出さないっていうのが大事ですね。で、逆にここにライドラ出しておくと、相手もこれライトニング打たざるを得ないんですよ。え？打たざるを得ないんだけど、打たないってことは、いや、ここでライトニングか？ここでライトニング打てるとちょっとめんどいな。ふっ、いや、間に合った。いや、この左心は熱い。で、横にメガが来る。いや、分かってるが、まあ、いいよ。あとはゴレを守れるかどうか。これは、後ろに引っ張って、奥行き、熱い。いや、ダメージ。いや、ま、めっちゃなんかさ、ちゃんとしたゴレ対決してない？こんななんか、しっかりしたゴレ対決あんましたことないんでね。ゴレがね、使うけどなんかそんな使わないからさ、俺。これさ、守ってもいいな、別に。なんか無理して攻める必要がない形式だ、俺。でさ、ベビードラ。ね。いや、ほら。で、ここで、ライドラ最強ですね。で、メガゴがまあ厄介なんだけど、ライドラからしたら。奥、熱い。で、今、ライトニング使いました。これ、買ったくない？まあ、相手はここで、ユニットだけで逆に防衛があるね。うん。いや、ライトニングこれ、してくんのかな？いや、そうですよね。してくる。いや、相手もうまいぞ。いや、でも、これはランバーが事故る。ランバーが事故らない。いや、このさ、変な攻め取るね、いるこれ。変な攻め取るね、いるかっつってんだよ。そう、ライドラ出してえな。ライドラさ、一生飛ばしておけば、もう相手だってバカきついだろ、これ。ライドラゲーな気がする。いや、これメガゴでやられるとやばい。うわ、それはちょっとうまい。でも、無理やり、こんにちは。いや、待って、さて、タイブレイク、やばい。ライトで削られる。耐えて。スペルがないのがちょっと怖いが、よし、よく耐えた。いや、いいね。まあ、みたいな感じで、ライドラがいるからこそ、あれだ、絶対ライドラにライトニング打ちたいんですよ。じゃないと、普通はね、もうライドラ残るだけできついんで。だけど、相手がライドラ以外に結構ライトニング打ってくれたので、まあそこで打たしたみたいなイメージですね。そうするとライドラは無双するよね。まあそこのライドラをね、こう、いい感じになんか使った戦い方。これ結構ね、まあこのデッキ使う上では重要になるかもしれないですね。さあ、よろしくね。まあ初手これは来ても出さないんですけど、相手がなんか初手からゴレとか展開してきた時に、俺もゴレ出したいよねっていうので、いやー、来ましたね。さあ。エリゴレ。まあ、エリゴレはね、基本的にはスペルがないんですけど、嫌な雨とかレイジしか。ヒーラーですね。ヒーラーが厄介なので、僕のドラドラがね、ドラドラ対決で負けるのは、相手のドラゴンが回復した時なので、いや、これちょっと厄介だな。いや、マザニクがさ、結構やばい。いや、でも相手さ、陸しか出してないからさ、来たこれ、あの、陸ドラドラメガゴ、陸ゲー、あ、これ勝ちましたね。相手さ、なんか、なかったのかな？あ、そう、ライドラとかね。まあ、ライドラとかあっても結局、俺のベビーライドラトルネの範囲攻撃で勝てるから、あ、これもう終わりっすね。ジジ、キング、行くでしょ。いや、結構軽く出るよ、レイジは。ムートレイジエグいよ。ヒール8だしな。まあ、エリゴレのチンパン能力で、なんとかグラチャレを駆け上がってるのかな。まあ、ですが、チンパンが通用しなくなったらもう終わりですからね、これは。いや、強いね。攻めでも強いし、防衛でも強いし、ゴレにライドラって意外と入ってないと思われてるので、ゴレにインドラ当ててきたのを、速攻でライドラでやるとか、そういうのも強いですからね。さあ、よろしくね。いや、マジ、ライドラが強すぎる。まあ、ロイホグとかがね、今いるので、ワンチャンムートの枠とかね、ロイホグでもまあ、いいっちゃいいかもしれないんですけど、ロイホグじゃない、ダクプリか。まあでも、それなら、ランバーダックプリとかの方がいいのか。ムートってなんかね、そこそこにいい味出すんですよね。さあ、アイゴロスクエスピクロスか26っすね。いや、これトルネがさ、回ってないこの感じ。いやーねー。まあ、キングドするんだけどね。いやーねー。危ない。キングドできないかもだ。さあ、で、マスク重視。
まあ、序盤はね、マジでゴレ出しません。ゴレ出さずに一生待ちます。待ちデッキです。このデッキは本当にね、そんな待つのっていうぐらい待っていいですね、ちなみに。うん。ガン待ちです。いや、そのね、アイグロ方がうまい。さあ、トルネも回ってないし、ランバーとかも咲いてる。咲いてるっけ？なんか、高火力のユニットがないんでね。いや、これ2周目ホグもね、来られてすごい厄介。うん。あのマスクは痛いですね。メガゴを捨てます。さよなら、メガゴちゃん。撃たれてし、さよなら。でね、2.6 ホグとかは、廃防しかないから、まあ、ライドラ生きるっちゃ生きるんですけど、ライドラの弱点として、まあ、マスケ？遠距離のね、このマスケも普通にちょっと厄介っていうのがね、あるんでね。さあトルネでまあキング起動はしてるし、まあダメージ抑えながらね、マスケが地味厄介ですよね、まあ、これは今回相手の防衛テクニックと僕のユニットの追加、何のユニット追加するかとか、あとランバーのレイジ活かせるかとか、ムートが暴れるかどうかとか、攻めたる場で相手のスケルトンや ISP をね、巻き込んで対処できるかとかが大事になってくるから、でこういうムートとかね、ワンチャンケツ、ああ、ハイボですね。オッケー。いや、これ、ハイボ使ったらもう、ケツゴレでいいですね。さあ、こっからですね。でもね、ムート結構大事っすね。攻めムート強いから。で、あの大砲はね、正直、ベビドラで壊しに行きたい。まあ、壊せるかって言われたらあれなんだけど。なんか真ん中のね、位置は絶妙な位置でね。さあ、ホグ、タルだけ。ワンチャン無視でもよかった。で、これで壊せると熱くて、相手のマスケね、早めに引っ張って、で、ここにムートを追加すると、ファイボでね、巻き込まれるんですよ、いっぱい。だから、これワンチャン、いや、橋、ケツゴレでしたね。間違いなく。いや、ムートがさ、ムートじゃねえ。大砲が回んねえと思ったんですけどさ、余裕で回るっすね。ミスったな、これ。これやったっすね、俺。で、これはまあしっかり引いて、マスケさえやってくれれば、一応カウンターはね、来ないが、いや、うまい。延命がうまい。いや、ケツゴレでしたね。さあ、ワンチャン、端場も行きたいが、行ったところでみたいなのあるかな？行っていいんじゃない？相手のこの逆サイアイグロホグうま。うますぎん？まあ、内側通ったから、いや、相手うめえな。ホグ使いだ、これが。ね、なんかよく見るうまいホグ使いの動きをしてる。さあ、すべてが延命される。いや、でも大砲使ってるからな。なんかサイクルとしては悪くないんですよね、結構。そう。さあ、ランバー、一回守るから、ケツゴレっすね。なんかさっきからさ、端前、バックやってるから良くないですね。ゴレ。しっかりやっぱケツから組むの大事ですからね。ここね、僕今トレン使っても、次、絶対あれが来ます。アイゴレホグですね。相手がしたらチャンスですからね。さあ、これ、延命、これやばいな、この、この頃やったな、俺、佐藤。いや、でも、ここで、耐えてくれると熱い。熱い。逆に熱い。で、ファイボ削りがあるな。いや、もう、事故らせるしかないよね。で、攻め取るにしたいんだけどな。もう、間違いなく来るね。ホグが。ホグが来る。ホグも対応しながらの、よし。やべ、ここに来て、トルネードミス。熱い、痛い。熱いじゃない、痛い。痛いが、事故れるぞ。事故れる原因がランバジャック。え、なんだ逆サイのムートか、逆サイのムートが事故る。いや、ランバが事故る。うえい。いや、もうマジで結局ね、この光栄よ。光栄の0時で暴れるね、ランバ、そしてムート。これがね、攻め取るね、じゃあね、防衛取るね、ミスったのを全てカバーしてくれます。ナイス。はい、というわけで、まあ、ダクネがないので、本当に今までのゴレデッキとは全然立ち回りとかがすごい変わってくるんですけど、まあ、十分強いね、ゴレデッキ。守るゴレ。皆さんもね、ぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。